本日は勝てばスタメン、 SWBC 東海白熱の紅白戦、お互いのプライドをかけた激闘でした。その最中、シュビザルがまさかの、はい、どうもシュビザル潤です。昨日ですね、配信した SWBC ジャパンの紅白戦なんですけども、昨日もお伝えした通り、今日私がいる方のチームが勝ったら、次回の7月の活動は私スタメンでおそらく出れることになるということで、白熱した紅白戦の2試合目をお届けさせていただきます。ちなみにこの2試合目、私は3番ショートで出場していますが、1試合目終わった後に監督さんにもっと振れと強く振っていい打球を飛ばしてこいって言われたので、かなり初球から積極的にいってますので、そちらも注目してご覧ください。というわけで早速見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで1試合目に先勝した我々、今度は先行となっております。なんとかこの試合にも勝ってスタメンの座を勝ち取りたい。はい、そして私の1打席目は2アウトランナーなしで回ってきます。先ほども言ったように、打てる球をこの試合では積極的に強くコンタクトしていきたいと思っております。まずは初球、アウトコースのスライダーがボール。そして2球目、低めのまっすぐ完璧に捉えてライト前へ。しかしライトちょっと前めの位置に守っていて、これがなんとライトゴロでアウトとなってしまいます。無念。太ったのがあだとなったが、いっぱいダッシュします。しかしですね、今の打席、まあちょっと外寄りのまっすぐだったんですけども、まあ狙って初球からですね、しっかりと強く打てたっていうのは一個収穫になったかなと、最近なかった感覚でした。そして後のない、この試合の高校チームバッターは奥富選手、19歳のルーキーのキャッチャーでございます。ご覧ください、強く振り抜いたこの打球が、はい、弾丸ライナーで右中間にホームランです。本当に芯で捉えたような打球だなという感じですね。しっかり自分のスイングをして、そこにちゃんとボールの軌道が合っていたというような感じのホームランでした。はい、これで後がない高校チーム1点を先制します。高校チーム攻撃の手を緩めません。続く打者がこの打球、これがレフト線へツーベースとなります。しかし今打ったこのバッターなんですが、以前私が東海ジャパン入る前に、はい、取材した時に投げていたこの小田木投手、はい、もうね、めちゃめちゃとにかく球速いんですよ。ご覧ください、このまっすぐ、もうほんとただただ快速球という。ちなみに国際試合ではですね、147キロを太田スタジアムのガンで出してました。はい、最近はですね、こう野手にも挑戦しているようで、 SWBC 二刀流の小田木ということで、ぜひ皆様これから出てくると思うので覚えておいてください。いや、しかし天はね、いろんなものを与えますね。はい、本当に投げて打ってすごい選手だなと思います。しかしこの続くピンチは、はい、ここでショート私守備座のところに飛んできて、はい、抑えてホームランの1点でこの回を乗り切ります。続く攻撃で我々先行チーム、ワンアウト3塁のチャンスを作りまして、ここで叩きますが、ショートから回、このストライク送球、ホームタッチアウト。ちなみにこのショートはですね、以前配信した時に私とショートを争っていた丹羽選手、まあショートとしてすごく肩の強い、まさくしくバッケンショートということで、ここも丹羽選手のバッケンが生きたプレーだったんじゃないでしょうか。はい、そして私の2打席目です。ケースは、先ほどと同じで、ランナーがない状態でございます。ここも、しっかりと強いコンタクトで打球を飛ばしていこうという意識で立っております。はい、これ低めのボール打ったんですが、これはサードゴロと、なってしまいます。当たりはまあ悪くなかったかなというところですけども、まあちょっと外の球を引っ掛けてしまいました。意識が引っ張りになっていたと反省しています。その後のですね、ピッチャーの好投があり、はい、我々、先行チーム、得点がなかなか奪えません。はい、そして、バッターは、
東海の核弾頭、昨年から A チームで一番をずっと打っている田中選手です。はい、なかなか我々点が奪えない中で上位からの攻撃注意しておりましたが、はい、この高めを思い切って打った打球がなんと左中間に滞空時間の長いホームランとなります。まあ、ちょっとインコース寄りの高めのボールだったんですけど、しっかりと体を回してバットに乗っけて打っていた素晴らしい打球だったと思います。これで2点目を奪われて2点差とされてしまいますが、ここで、はい、ということで、ここからね、いいところなんですけど、皆さん大変申し訳ありません。カメラの充電がなくなってしまいました。何があったんですか？ですね、この日ですね、2試合やったわけですよね。2試合、はい、トータル、まあ、5時間か6時間ぐらいやったわけですよ。おー、長い、はい、足りなかったです。はい、充電がすいませんでした。いやー、ちょ、バッテリーへの教育が足りなかったのかもしれないですね。バッテリーへのね、への俺じゃなく準備大事ですよ。皆さん、本当失礼しました。皆さん、せっかくのホームランが、そうなんですよ、実はですね、皆さん2対0で最終回に向かいまして、はい、私たちのチーム、はい、なんと最終回3ホーマー、あー、はい、ソロ3ラン2ランで逆転して、で、裏はね、そのまま抑えて、あ、まあ、ちょっとスコア出すんですけど、はい、こっちにスコアブックあるんで勝ったんですけども、なんと私場外ホームランを打ったんですよ。皆さん、嘘じゃないですよ、本当に打ったんです。本当に打ったんです、場外ホームラン。全然信じれないですぜひね、あのね、もうね、あの場にいたみんなに、もうツイッターとかインスタとか、ぜひあの言葉でいいから書いてほしい。本当に打ちましたって、ね、証拠ない人よくそう言うんですよ、はい、いやいや、もう絶対打った、本当に打ったんですよ。打ったんですね。人生で多分一番飛んだホームラン打ったんですよ、あの瞬間に。でも本当に映像に残したかった花がない、もう、そこに限っても一番最後だよその日の一番最後の打席で場外ホームランって、もうカメラ切れてるからもう、ちなみに今地図出して、この球場のここからここまでレフトの裏に民家があって、そこを越したと。あ、何メートルぐらい？100は超えてると思う、60ぐらい飛んでると思うんだけど。でも皆さん、僕も打って打球見えてなかったんですよ、そこまで、最後まで、着弾まで、はい、でもレフトのチームメイトが教えてくださったんですけど、はい、これは信憑されますよ。レフトの選手、弁護士ですいや、関係あるんですか？弁護士が言ってるから。あ、まあ、それはそこまで飛んでるから多分、まあ弁護してくれますよ、ね、確かに弁護士だからねということで、まあ無事、勝ちまして、私たちのチーム、来月7月に大会試合がね、2020年チーム初めてあるんですけど、はい、そこで私、多分スタメンです。多分、まあ、可能性があるだけおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますかなり高めの可能性があったので勝ったことで、今後はまたあの大会試合がありながら、国際試合が今年はどうなるかまだ分かんないんですけど、そうですね、はい、対抗戦が各地区あるから、はい、で、その中にはやっぱ徳さんがね、今回ね、東北に、あ、東北、はい、行ってますから、8月1日に東北はちなみにトライアウトがあるんで、はい、ぜひね、興味がある方はあのね、エントリーしてね、徳さんをなぎ倒してほしいんですけども、チームメイトとしてね、潰してください徳さんをぶつ、どんどんね、これからまた SMBC 盛り上がっていくと思いますのでね、で、我々もね、アッパレの活動も実は昨日、はい、自粛明け、試合がね、初めてあってね、ある意味、すごい試合そうですなったんで、ぜひそれも多分ネットさん TV とかだと思うんでね、はい、ご期待ください。というわけで、本日の動画は以上になります。皆さん、チャンネル登録とコメントお願いします。お願いします。はい、皆さん、アッパレショップから夏の新商品のお知らせでございます。まずはこちら、はい、アッパレショップでもなかなか見ないシンプルなデザインの T シャツ、さらにこちら、全3色この夏モテにモテるラジカル T シャツでございます。夏の野球人に向けて新商品出してます。この夏いい思いした人はチェックしてみてねー。